寒さ厳しいウズベキスタンを会場に3月3日からグループステージがスタートしている U20 女子アジアカップ3連覇中のヤングなでしここと U20 日本女子代表の選手たちは4日ベトナム代表と対戦し10対0の圧勝とすると海外からも称賛の声が続々と寄せられています。前回大会まで U19 女子選手権として行われていた今大会、日本は現在3連覇中となっており、アジアの国々から追われる立場にいるのですが、加納道久監督のもと先月19日から多彩な戦術などのトレーニングが行われ、連覇に向けて余念がない状態となっています。そんな日本代表の選手たちは、ウズベキスタンのジャースタジアムを会場に、初戦でベトナム代表と対戦。日本時間4日20時にキックオフとなると、立ち上がりから主導権を握った日本は、前半11分にパスを受けた松久保真中選手が先制点を奪うと、そこから怒涛の攻撃がスタート。10番を背負う松久保選手はその後もチャンスを生かし得点を重ねると、前半だけでハットトリックを達成。すると SNS 上では、松久保選手うますぎない、まるで大空翼だ、と同じ10番をつける有名キャラクターに例え、その冷静かつシュートを量産する姿を称賛する声が。前半を3対0で終えた日本は、後半も選手たちを次々交代させながら攻撃の手を緩めません。土方麻也選手の2得点をはじめ、ボールを相手に渡さずゴールを積極的に狙い、終わってみれば10対0の圧勝を収め、タイトル防衛に向け幸先の良い白星スタートとした日本代表。この試合は日本ではDAZNのみの配信となっていましたが、JFA なでしこサッカー公式 SNS はこの試合の情報を逐一報じてくれており、この日本の圧倒的強さを共有したサポーターの方々からは、そのあまりのベトナムとの力量差に驚いているようでした。またこの大会の全試合の様子を報じてくれているアジアンカップ2023公式 SNS も、U20WACチャンピオンが圧倒的なパフォーマンスでタイトル防衛を開始とのコメントとともに、松久保選手らのシュートシーンや笑顔の選手たちの画像を添付し、世界中に報じてくれています。 AFC もこの試合のハイライトを動画や写真などで伝えてくれており、 AFC U19 女子選手権で6度の優勝を誇る日本が、圧倒的なパフォーマンスでタイトルの正当性を主張しているとのタイトルで、松久保選手のハットトリックや多彩な日本の攻撃を称賛していました。この試合をご覧になっていた日本のサポーターの方々からも、初戦勝利おめでとう、最後まで手を緩めず素晴らしかった、どの選手もフル代表に行っても決して見劣りしないパフォーマンス、これは期待しかないな、などといった称賛の声が続々と寄せられています。なお、今年9月にコロンビアで開催される U20 女子ワールドカップ出場をかけ、8チーム中上位3チーム以上を狙う日本ですが、4連覇を期待する声も寄せられており、7日の中国戦にも注目が集まっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。初戦勝利おめでとう、最後まで手を緩めず素晴らしかった、まるで野球みたいな点数になってて少し相手に同情しちゃいましたが、4連覇目指して進んでください。ベトナムとこんなに力量があるんだ、ヤングなでしこたちも強いんだな。
ループステージ突破に向けて大量得点は大きなアドバンテージ。初戦からナイスゲームでした。初戦から完勝おめでとうございます。これでフルメンバーじゃないってのが期待大の世代ですね。次戦も楽しみにしてます。松久保選手のゴール前の落ち着き、いい。さすがにハットトリックでは笑顔が出て素敵。ミドルシュートが素晴らしい。足元からシュートまでの動作にスピードがあって魅力的な選手だ。なぜフル代表に選ばれないのかずっと不思議に思っていたけど、やっぱり U20 ではものが違うな。池田監督は早く選んでくれ。ヤングの方が A 代表より強いんじゃと一瞬錯覚してしまうほどの戦力だったな。予想以上の点差で驚いたけど、グループステージで得点を重ねて残り2戦に備えてるんだろうな。後半は攻撃のトレーニングみたいだった。ワールドカップへの出場権だけじゃなく、きっちり優勝して世界も取ってほしい。今の君たちならできるはずだ。圧倒的攻撃力を見せた日本。この選手たちが A 代表でないなんて層が厚すぎる。どの選手もフル代表に行っても決して見劣りしないパフォーマンス。これは期待しかないな。ベトナム相手に大勝は素晴らしいスタートですね。日本のスポーツマンシップと技術の高さにはいつも感心します。連勝中のヤングなでしこですが、ぜひこのまま気持ちよく勝ち進んでほしい。大会を全勝で終わるように勝っても気を引き締めていこう。頑張れヤングなでしこ。グループステージの残り2戦は中国、北朝鮮なので、さすがにベトナムには力の差を見せつけられてよかった。ぜひ優勝してワールドカップ出場を決めてほしい。